にちは、かけばねです。今日はセブンイレブンさんの新商品おにぎり、味付けのりやねん、炙りネギ塩豚カルビのおにぎりの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブン、味付けのりやねん、炙りネギ塩豚カルビ、価格は税込み120円ということです。今まで海苔の方には味はついてなかったと思うんですけれども、味付け海苔やったらめっちゃ美味しいかもしれないですよね。それではお味の方をチェックしてみたいと思います。これですね、塩飯、なんて読むんですか、豚そう、わからないすいません。海苔、これもちょっとパス、すいません、ちょっと原材料名今日は読み飛ばします。あとカロリーの方は1本あたり201キロカロリーということです。こちらが炙り塩ネギ豚カルピのおにぎりです。すごい味付け海苔のいい香りがしてまいります。ちょっとだけ海苔ペタペタしている感じでしょうか。だしがついてるっていう感じですかね。はい、こちらが中身です。やっぱりちょっと最近少ないですかね、中身の具が。ちょっと神戸牛とかのよりもお肉はちゃんと確認できる感じですかね。それではお味の方をチェックしてみたいと思います。うん、とっても美味しいです。ですね、ただちょっとスパイシーな感じがあるので、もしかしたら好みは分かれるかも分かりません。ネギがダメな人はちょっと無理かもですよね。お味の方はこの味付け海苔すごく美味しくて甘辛い感じなんですけれども、中身の具がそうですね、ネギと塩とあとスパイシーの味がすごくパンチ効いてて印象的なんですけれども、外はちょっと甘辛くて中はちょっとこうスパイシーな豚肉とネギの風味の効いた具が、そうですね、絡み合ってとっても美味しいんですけれども、すみません、うまいこと言えなくて、ちょっともう一回チェックしてみます。めっちゃ美味しいですね。僕は大好きです。ネギの風味と塩と、そうですね、ちょっとスパイシーな味がしてて、豚肉のいい出汁が出てるっていうんでしょうか。あと外の味付け海苔がよく絡んで、すごく不思議な海苔おにぎりですよね。ちょっとスパイシーな感じがして、とっても美味しくいただけるテイストになってます。ただネギの風味がよく効いているので、ネギ嫌いな人はちょっと無理かもしれないですね。めっちゃ美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。